問4、憲法改正についてお願いいたします。私は新憲法制定議員同盟の事務局長をしています。毎年憲政記念館で新憲法制定の国民大会を開催して、司会者を務めさせていただいておりますけれども、憲法改正には賛成です。変えるとしたら、特に前文、占領下で制定されたため日本の国家観、歴史観が反映されておらないというところ、これが一番重要なところです。日本人自らの手で責任を持って新しい憲法を制定するということが、21世紀の自立した日本という国家にふさわしいと考えているからであります。それと96条の緩和改正ということについて、憲法改正をしやすくするという点においては、メリットとデメリットがあると思います。改正はしえないものだということを印象づける96条であるならば、何らかの対応が必要でありますけれども、発議要件を緩和することによって憲法の根幹がですね、コロ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 と変わるようでは、日本の国の軸がぶれてしまいかねない。私は常々その選挙制度に問題があると思うんです。衆議院選挙の小選挙区導入以来ですね、政権交代がその起こりやすい状況となっている。政権が変わるたびに憲法が変わるような状況が想定されるのであるならば、安易な改正はすべきでないと考えています。いずれにしても憲法というのは日本の最高法規であります。そういう原点に立って憲法改正の議論というものを進めていかなければならないと考えています。